皆さん、こんにちは。平本明夫です。今日のゲストは、勝負チア&ダンス代表の松本真美さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。チアダンスのスクール。はい。やってるんですよね。はい、そうなんです、はい。どんな感じなんですか、チアダンスのスクール。チアダンスは、うん、まずポンポンを持って踊るんですけど、ポンポン、はい、キラキラの、あるじゃないですか、こういうフリフリしたり、はい。そうですね。それを持って、うん、いろんなジャンルを踊るんですけど、ヒップホップだったりとか、うん、ジャズダンス、うん、あとはラインダンスって言って、ラインダンス足を顔のところまでパーンってあげるような。あ、足をこうやってあげるやつ。はい、そういうのを入れたり、アクロバットが入ってるものがチアダンスっていうふうに言われてるんですけど。それのスクールを子供たち相手に教えてると。はい。で、ご自身も、高校時代に全国大会出場して、アメリカまで行った。はい、そうなんです。どんな経験でした、それって。ああ、どんな経験って言われると難しいですけど。はい。いや、でもやっぱりなかなかない経験だったので、でね、高校生で、部活の部員みんなと、やっぱりこう、一緒に飛行機に乗るっていうことがまず、ウキウキするのと、税関通るときに通らなかったらどうしようみたいな。なんかチアとは関係ないところが、はい、修学旅行みたいな。ね、はい、しかも大学で、全国1位。はい。なったんですか。そうですね、なりましたね、昔。なんか冷静に言ってますけど、はい、すごいんですよね、きっとね。いやいやいや。で、その後またアメリカまで行って。はい。で、ご自身で、高校で、もうアメリカ行き、はい、大学では日本一になって、はい、アメリカ行った後に今度、教える風に入ったんですけど、はい。そうですね。うん。それで、前のスクールで、インストラクターやってて、はい、1年で、子供たちを、全国大会。そうですね。その時も1年で行きました。うん。はい、しかもなんか今はご自身でスクールをやられてて、はい、入門、1年前までは全然やってこない子供たちが全国大会に出たっていうことなんですけど、入門っていうと？はい。低学年、小学校の低学年と小学校の高学年でチーム編成をして、うん、今回。うん、2チーム、全国大会に行くことができました、うん。すごいですね。なんかそんな普通に平気そうに言ってるんですけど。はい、それってすごいことじゃないですか？そうですね。今、チアを始めてるチーム数とかもすごく多くなってきてるので、どれぐらいですかね。地区大会に出るのに、うん、やっぱりもう今20から30チームはいるので、はい。それの全国で、に、はい、出て、はい、すごいですよね。ご自身も全国大会、高校、大学と出て、はい、そして前のスクールでも1年で全国大会、うん、自分のスクールとなるともう低学年と高学年、はい、もうなんか必ず上昇っていう感じですけどね。はい、上昇志向に。上昇志向で、はい。このなんか秘訣ってなんかあるんですか？秘訣ですか？うん、秘訣は、やっぱりやる気出させることが一番なんじゃないかなと思います。うん、はい、どうやってやる気出させるんですか？どうやって、うん、やっぱりこう、未来のビジョンと、今のビジョン、で、大会までのビジョンっていうのをどういうふうにやったらいいのかっていうのを自分のやることとか明確に結構させますね。ビジョンって言っても、小学生にビジョン何しててもなかなか出てこないですよね。あ、そうですね。出てこないです。どうやってそれ引き出すの？まず最初に、大会での結果として、うん、3年後はどうなりたいか、うん、2年後どうなりたいか、うん、1年後どうなりたいか、うん、っていう風なので、技とか、この技をいつまでに、どういう形にしたいかとか、うん、そういうのを書かしたりとかしてるんですね。はい、でもね、まあ世の中にはこう、目標が大事だってね、はい、そういうのを書くところがあるんだけど、はい、じゃあ、はい、書いてっていうだけじゃなんか書かなさそうな気がするんですよね。小学生だと、面白いんです、それが。え、そうなの？プリントでいつも出すんですけど、文字ですっごい細かく書く子もいれば、ただ飛ぶしか書いてないとかに、あとは絵で表現する子もいたりとか。そうなんだ、はい。逆に書くっていう方が面白がるんだ。はい、面白いですね、はい。だから絵で書くとかね、口で書く家でも、はい、絵で書くとか、細かく書くはいいんだけど、はい、飛ぶだけだったら、これどうやってやる気にするの？はい、じゃあどういう形がいいのかなって言って、うん、動画とか見て、うん、うまいチーム、うん、どこのチームだったとか、うん、どこのチームの人のその技が綺麗にできてたとか。ああ、そっか、飛ぶって書いてる子は、はい、動画見せて、はい、どの子みたいになりたいのって、はい、そうですね。そしたら子供たちなんて答えるんですか？
ここのチームの、こういう、このぐらいジャンプ飛べるようになりたい。なるほど。で、それを聞いて、はい、で、どうするんですか？それを聞いて、そのために何の練習をしたらいいかっていうのを、やっていきます。それはこっちが、はい、じゃあこの練習した方がいいよって教えてあげるの？はい、そうですね。それは言いますね。うん、そしたら子供たちは？はい、やります。まあ、あれを飛べるようになりたいから。うん、はい。なるほどね。じゃあ、でも、1年前からみんなが運動神経良かったり、するわけじゃないですよね、うん。そうですね。全然やっぱりまばらですね。例えば、どんな子が来てました？まず、やっぱりチアって柔軟性が必要なんですけど。確かに柔らかいから。はい。うん、まず、縦開脚が開かない。縦開脚開かない。はい。縦開脚って何なんですか？あの、足を、片方の足前に、片方の足後ろに、で、こう、スパーンって、はい。こうやって、そうです、前後に。はい、前後のやつですね。はい。できない子とかが、どうなるんですか？が、やっぱり1ヶ月後とかには、もうしっかり開けるようになってたり。うんうん、それ何をしてるから、そうやって開けるようになるんですか？毎日、やる、だけです。そうなんだ。なんか子供は嫌だったか言わないの？嫌だとかは言わないです。まあ、大会クラスっていうのを作ってるのと、うん、あとはイベントクラスと 2クラスあるんですよ、うん。なので、大会クラスの子たちっていうのは、ママたちが言って入ってきたっていうよりかは自分でやりたいって言って入ってきてくる子供たちなので、はいはいはい、やっぱりこう、やる気があって入ってきたんだよねっていうふうに最終的に持っていける。なるほど。あ、はい、本人たちに、はい。そもそもなんでこの子供たちって興味を持ってくるんですか、チア。なんで、はあ、楽しそうだからっていう言葉しか聞いたことないんですけどね。そうか。はい。じゃあ、同年代の子供たちが、楽しそうに踊ってんだ。うん、はい。そうですね。チアって、どのチームも楽しそうなものなんですか、そもそも。それとも、こう、ちょっと厳しくて、解くんだ、みたいな、ところもあるんですか、はい、ちょっとそもそも。まあ、両方だと思います。あるんだ、なんか、何やってんだ、みたいな。はい、全然全然、はい。そういう厳しいところもある。はい。それがここの場合はどっちの方なんですか？こう厳しい感じなのか楽しい方なのか。イベントクラスはもう楽しくです。楽しく、はい。基本は全部楽しくじゃないと、結局好きにならないし、続かないと思うので、楽しくがメインで、まあ、やっぱり大会で結果を残すってなったら、こう緩くやってても結果は出ない時はあるので、そういう時は厳しく。そしたら最初は楽しく、チアって面白いなと思ってきて、はいね、だんだん上手くなってきたら、はい、今度は再開っていう目標に向けて、はい、そこに関しては厳しくやるんだ。そうですね。はい、うん、例えば、こんな風にダメだった子がこんな風に変わったってなんか例ないですか？ダメだった子。例えばですけど、うんうん、全く、私がこう、声かけてもあんまり話をしない。うん、話をしない。はい、とか、おはようございます、みたいな、ちっちゃ、みたいな。なんか、返事も。はい。あ、そうです、そうです。返事、したみたいな。返事が聞こえないよ、みたいな。はい、もう本当に声が出ない。うん。一回も聞いたことないって、他の子が言うぐらい喋れなかった子が、うん、今ではもう踊ってる最中に、はぁってすごい声出して。どんな感じで声出しますか？もう、はぁって。はぁみたいな。声が出ない子は。もうすごいですよ、はい。なんでそんな風に変わったと思うの？やっぱりこうやっていく中で自信が持てたっていうのもあると思うし、うん、逆にこう声が出ないってかっこ悪いって思う。あ、はい。みんなが出してる中、自分だけ声出てないのって、あれ？みたいな思って。時もあったんじゃないかなとは思いましたね、はい、ひょっとしたら場合によっては今の小学校とか、はい、みんな声を出してないから一人だけ元気いいとひょっとしたら格好悪いのかもしれないけど、はい、チアになると、はい、一人だけ元気ないと格好悪いだ。はい、そうですね。なるほど。あ、それいいね、はい、うん。なんかみんなが元気よく楽しそうに踊ってて、はい、声出てると、うん、もう自分も声出したいなって、はい、いいプレッシャーですね。そうですね。楽しくないと恥ずかしいみたいな。はいはい、うんうん、それはあるかもしれないですね。なるほどね。他になんか印象的な子ってあります？印象的な子。うん。例えばやっぱ運動神経が元からすごくいいわけじゃない子とか、うん、スキップができないとか、スキップできないとか、でんぐり返しもできないとか。でんぐり返しできないとか。はい。やっぱそういう子たちが努力して、うん、最終的にはこう、でんぐり返しも、チアの技として、縦開脚をこうした状態で回るとかっていうのがあるんですけど、そういうのができるようになったりとか。そうか、じゃあもともと運動神経がいいわけではないんだ、はい、全員。そうですね、全然です。あ、もう全然運動神経悪くって、はい、でんぐり返しもできないような子が、
できるようになる。全然できるようになります。なんか魔法のような感じがするんだけどなんでそんな魔法、ね、開脚したり、はい、声出たり、でんぐり返してきたり、はい、挙句の果てにね、全国まで、はい、なんでそんなやれちゃうんですか。なんでですかね。いやでもやっぱりやる気が一番だなと思いますね。まあそりゃそうなんだけど、はい、多分他のスクールよりここのスクールだけが日本で唯一やる気のある子が育ってるわけじゃないですよね。はい、あのやる気のある子しか来ちゃダメですとかは言ってないので。ね、言ってないのに、はい、なんでそうやってやる気出せるんですかね。やる気スイッチ。どっかの特定の会社名ですよね。別にそこ関係ないですよね。はい、関係ないですけど。やっぱりこう好きって思うのと、うん、自分がこうなりたいって思うようになると、うん、まあ大人も一緒だと思うんですけど、うん、子どもたちもやっぱり努力するなと思って。そうか、はい、一つは好きって思えること、はい、もう一つはこうなりたいって思えること、はい、この二つがあると努力はする、はい、こうどうやって好きって思ってもらうの。どうやって好き、まずは、うん、そのチアダンスを踊ってて楽しいっていうのが1個目の好きなんですよ。うん、あ、踊ってて楽しいが1個目の好き。はい、1個目の好き。うん、で、あとは、うん、こう技術が上がってった時、この技ができた時、うん、お客さんが拍手してくれた時。なるほど。やっぱりそういう時に自信が持てるようになるから、うん、また違った好きに変わるんですよね。なるほど。それ聞いてなるほどと思うのは、ひょっとしてあんまりチアが好きじゃないところに、はい、技術を正しくちゃんとって言うと嫌いになっちゃうかもね。そうですね、はい、踊るのが楽しくないのに、うん、正しくやるやつはいっぱいいっぱいになる、はい、多分最初のステップは楽しく踊ることが楽しんだに言ってるんでしょ。はい、そうですね、はい、だからそれができるようになったら、あの技術ができたとか、はい、お客さんにこんなに喜ばれたみたいになると、こうちょっといい意味の厳しい方に行っても、はい、ああ、なりたいからってやるんだ、はい。そうですね。なるほど、はい。その技術ってなんか自分で編み出したんですか、はい、なんか学んだのか、自分がそうしたのか、なんか。いやー、自分がそうしたというよりかは、こう、うん、教えていく中で、うん、こう、なんだろうな、ある程度のこうパターン化されるというか、うん、最初にこう嫌だなって思っちゃう子ってやっぱ続かないなと思って。そうか、はい、一番最初に来た時、はい、嫌だなって思ったら続かないんだ。続かないですね。やっぱりもう、 こう楽しそうだからやりたいっていう子の方が、うん、こうお姉さんたち、上手なお姉さんたち見て今度もっと上手になりたい。なるほど。こうどん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 目標ができてくるんですよね。そうか、よく目標が大事って言うけど、多分いきなり目標じゃないんでしょうね、うん、そうですね、一番最初は目標じゃなく、うん、入りとして楽しいかどうか、うんうん、かなとは思いますね。なるほどね、はい、うん、まあ、なんか話を聞いてるとすごい、まあプラス思考というかもう本当楽しいエネルギーばっかりなんだけど、なんかこうネガティブなこととか、はい、辛いとか悔しいとか、なんかなんですかね、こう常に高校も大学も勝ち続けて、はい、ね、教え子教え子がもうどんどん全国全国って言ったら、はい、なんかいいことしかないような感じするんですけど。いや、いいことだけじゃないんですよ。だけじゃないですか、はい、なんかあるんですか。いっぱいありますよ。数えきれないぐらい。例えばどんなことあるんですか。例えばもう言えないですけど。言えないけど。はい、まあ悔しいなって思ったこととかは。悔しいなって思ったことって、はい、うん、具体的にどんな、具体的にはちょっと言えないですけど、ね、ちょっと言えないですか。なるほどね。じゃあそれ以上ちょっと突っ込まないですけど、はいはい、そうですね、はい、ちょっと想像してみてください、はい、なんか悔しいなっていう場面ありましたね。はい、ちょっと目の前でシーン想像してきて、はい、ありありと、まあなんか何か出来事か人かなんか分かりませんけど、はい、仕事かプライベートかね、家族かなんだか知らないけど、はい、ちょっとそのシーンぐっと見ながら、どんな気持ちになりますか。この野郎、この野郎みたいな、ちょっとジェスチャーで表すとどんな感じですか。この野郎みたいなそういうのがあるんだ、はい、そういうこの野郎をなんかパワーに頑張れてる時ってどんな時ですか。はい、頑張れてる時ですか。やっぱりこう前よりも結果を出そうとか、あの人以上になろうとか、うん、もっともっとなんだろう、逆に学ばさせてもらったことを生かして、うん、それ以上のものを作り上げたいとか。なるほど。そっか、もっと結果出そうとか、うん、それ以上のものを作ろう、はい、に変わるタイプなんですよ、ね、あきっと実は
なんだ、なんかちゃんとそういう悔しさとか、はいはい、うん、そうですね、この嫌っていう気持ちもあるんですね、はい。それはちなみに生徒たちにもそんな気持ちで関わることはあるんですか？じゃあ、そんな。例えば負けたから、悔しくないみたいにやることはないの、はい、あ、あります。それはありますね。例えばなんかありますか、うん、過去とか最近、うん、頑張ったけど、負けちゃったと。はい。こうなんか勇気づけた気に、はい。悔しくないのみたいにかかった時はね。あ、もう本当にちょうど一週間前なんですけど、うん、まあ最後の、今シーズン最後の 大会があったんですね、うん。全国大会だったんですけど、うん、やっぱり演技として、フルで全部出せてるか出せてないか。あ、う、あ、ん。そこですね。出し切れてなかった。勝ったかどうかじゃないんだ。はい、じゃない。うん、そこ大事なポイントだね、はい。勝ったかどうかって結果に言われたら、まあもっと強いとこがあるわけだし、はい、それに対して言われてもこうどうしようもないんだけど、うん、そうですね。フルで出せたかどうかは、はい、うん、やっぱりそこがちゃんと分かってないと次に繋がらないなってすごく思うので、うん、で、この間のその1週間前の大会では、うん、全員がフルじゃなかったんですよね。ああ、そうなんだ。なんかこう見てて、うーんみたいな。この野郎みたいな。やろうって。もう最初から説教で。あ、まあ子供たちとしては、ちょーんって感じだったと思うんですけど、うん、はい。やっぱりそこがないと、次に繋がらないなと思う。その後子供たちってどう変わりました、はい、やっぱこう悔しいっていう気持ちが強くなったかなと思うので、うんうん、やっぱノートとか、シェアノートっていうのをつけてるんですけど、うん、それ見るとやっぱり悔しかった気持ちをバネに次に、次では絶対入賞したいとか、なるほどね、はい、そういう風にかけてるので、うん、まあ、次に期待かなと思ってます、うん、ですね、はい、心理学で言うと実は考え方があって、コントロールできることとできないことがあって、行動には、はい、例えば勝つか負けるかはコントロールできないですよね、はい、うん、でも 100% 出すか出せないかコントロールできますよね、はい、できますね、はい、で指導者がコントロールできないことは言われ続けると、あの無力感の子になるんですよね、うーん、はい、でも今の話はコントロールできるところじゃないですか、はい、100出せて、うん、多分100出せて負けたら多分そんなに言わない、はい、言わないです、もう全力でやりきったなとしたら、はい、例えば全力でやりきったの、もう全員が全力でやりきったの見たとき、はい、それでも負けたらどういう声かけする？全力でも負けたときですか、うん、その時は、まあ、やっぱり何が今後必要なのかをちゃんと考えようっていう感じですね、うんうん、なるほど、今を褒めます。そっか、はい、今全力出したことを褒めて、うん、はい、どっちかと冷静にどうしたらいいかを考えると、はい、でも出し切れなかった場合は全力で出す、はい、うん、そうですね、なるほどね、全力で怒りました。ああ、はい、でもね、その、うん、もうアドラー心理学でも言うことなんだけど、うん、怒っていいかどうかって問題じゃなく、うん、言われた相手が勇気元気やる気が湧くかどうかなんだよね、うん、多分全力でやれてなくて本気で怒った時って、多分子供たちからするとむしろ悔しかったってノートに書いてるぐらいだから、もっとやってやろうって気持ちが湧いてるんでしょうね、はい、うん、ところでマミさんは小学校時代ってちなみにどんな子だったんですか？小学校時代ですか？ああ、もう、あの、男の子に混じって、ああ、鬼ごっこや缶蹴りや、もう、ずーっと一日中走り回ってましたね。アクティブな子供だった。はい、そうですね。もう負けたりとかしないですか？普通に男の子に。ないです。ないな、はい。全然。はい。もう、堂々と言ってますね。もう、ひいきとかなかったですもんね。へ、はい、お前女だからって言われたことない。へはい。それのなんかいいところは、はい、なんか女性だから男性だからってそういうのなさそうですよね。そうですね、ないですね、うん、だから多分差別だっても感じないけど、はい、平等にしろよみたいなの多分ないでしょうね。うん、ないですね、あんまり。それってなんかすごい私いいかなと思うんですよね。うん、なんか差別って感じてるから平等にしろみたいにね、男女平等にしろって言いたくなるけど、はい、本当に男性女性関係なくなりたいんじゃない、はい、うん、そうかもしれないです ね、 ね、はい、なんか印象的なエピソードとかないですか？小学校の時、楽しかった話でもいいし、はい、まあ、悔しかった話でもいいし、何でもいいです。小学校の時あんまり記憶ないですね私、はい、もう鬼ごっこしてたとか、うん、木登りしてたとか、うん、そのぐらいですね、はい、そもそもチア始めたのはいくつは？高校の時です。高校の部活で、うん、はい、じゃあ
部活でチアやろうと思ったきっかけは？きっかけは、うん、あの、中学の時の先輩に、うん、もう入るでしょう。あ、言われたから。みたいな、はい。言われて。アクティブで、チアやりたいって思ったわけじゃない、はい、そうですね。やりたいというよりか、もう先輩たちいっぱいいるし、と思って。結構あの、受け身な理由で、はい。そうですね。だから他の部活に、あの、体験。え、何やりたくて？弓道です。弓道？はい。なんで弓道？全く違いますよね。全く違いますね。はい。あの、個人戦じゃないですか。ああ。自分の性格としては多分個人戦の方が向いてるなぁと思ってたんですよ、ね。そうなんだ、はい。あとはかっこいいから。かっこいいから、なんでかっこいいの？こうなんかこう凛としてこう静かな中こう静かだから。やるのかっこいい。全然真逆だよね。はい。弓道は凛として静かで個人競技。はい。チアは動き回って集団競技。うん、はい、行きたい方向と真逆行っちゃったね。そうなんですよね。真逆行っちゃいましたね。なんで？なんでですかね。でも、そっちの道選んでよかったなと思います。それどうして？今があるからですけど、うん、なんで行ったんですかね、うん、もう先輩から逃げれなかったので。そういう理由か。はい。あ、もう今になっては先輩に感謝ですね。あ、そうなんだ。はい、感謝してるんだ、はい。感謝してます、ね。なんか、はい、じゃあ、なんか話を聞いてたら、うん、なんか何が起こっても、うん、ポジティブに捉えていってる気がするんだよね。はい。あ、そうかもしれないですね。やっぱやらされてるわけでしょ、うん、先輩に。はい。クソ、なんでやらしやがってって思わないの、うん、その時は思いましたね。なんで体験入部でこんな走らされて、お水飲ましてくれないんだろうとか。あの、昔っぽい感じの。ああ。それがどういうタイミングでだんだんチア好きになってきたの？やっぱりこう、1年生の時に全国大会に出て、うん、まあ、それまでは結構厳しかったので、うん、辛いなぁとか思いながら練習してましたけど、うん、やっぱこう大会で結果が出ると、うん、こう自信がつくのと楽しいなと思い始めたんですよね。だから続けられたのかなと。そうか、大変でも結果が出てきたらそれが自信になって続けたくなる、うんうん、はい、なるほどね。え、ほっとしたら本当今ね、子供たちって自信がない子がね、多いかもしれないんだけど、うん、そうですね、なんか何でもいいのでやってみて、はい、楽しんでやって目標決めて結果出したら自信が出る、うん、まあ、さっきの声が出るでもいいし、はい、まあね、あの、毎年出場者出してるんだよね。そうですね。なんかここに入れたらなんか必ず出そうな、はい、これこれでプレッシャーになりそうだけどね、はい、そうですね、うん、でもなんかそれで自信つきそうですよね、はい、うん、まあそんな感じでスクールやってるんですけど、なんか将来の夢とかこんなことしたいっていうのないですか？将来の夢ですか、うん、やっぱりチアってまだ職業になりきれてないんですよね。あ、まあ、あんまり私の職業チアリーダーですって聞かない。言わないですよね。ダンサーですっていうのは多いんですよ。そっか。ダンサー、ダンサーとチアって何に違うんですか？ダンサーの中に一応チアが入ってるっていうイメージの方がいいと思うんですよね。うんうん、ダンスの大きい枠の中にジャズだったりヒップホップチアって言われるので、うん、まあその中で、うん、まあ、ダンサーで私メインチアですっていう人はいないんですよ。そっか、はい、バレリーナですって言ったり、はいはい、ジャズダンサーですってよく聞くけど、はい、そうですね、チアリーダーですってあんま、はい、とか一回も聞いたことないですね。チアダンサーです、チアダンサーですって聞いたことない、はい、いないので、やっぱりそういうチアの業界で食べていけるような環境を、まあ、今後は作っていきたいなと思ってます。なるほどね、はい、チアの業界で食べていく、はい、え、それってなんかもっとこうイベントにチアが出ていけばいいのか、どういうイメージですか？もっとなんかチアが職業として普及するって、はい、それもありますね、うん、どうしてもチアっていうとプロ野球だったりとか、うん、ね、バスケだったりにこう、うん、チアがいるっていうイメージがあるので、うん、どうしてもそことか、はい、あとはレッスン、うん、子供たちに教えるとかのレッスンだけの仕事しかない。そっか、プロ野球、バスケか、はい、で自分で踊るか、はい、子供たちを教えるぐらいしかない。そうですね。うん、そこをプラス、うん、あとはあのイベントとして地域のお祭りに出たりだったりとか。うん、なるほど、はい、そっか。チアってそもそも応援づける、チアアップのチアで、応援づけるだから、はい、応援づけたいところは、どこでも呼んでいいわけだ。そうなんですよ。はい。じゃあ町おこしとか、はい、なんとか会で、ちょっとしたイベントとか、はい、え、どんな場所でチアってなんか活かせそうですか？ここ最近だと会社関係。え？
会社で、はい、え、仕事してる最中に、急に。じゃあ、ちょっとうるさくて集中できない。集中できないです。オフィスには行かないんですけど。オフィスに行かないね。はい、逆にオフィスに毎朝来てくれたらなんか、ちょっと。それも面白いですよね。ね、ちょっと今日頑張ろうかなと。はい、営業マンのところにね、こうチアで今日も売り上げいくらとか言ってくれたら、はい、ちょっと頑張ろうって思いそうだけど、はい。あ、そうじゃないんだ。はい。まあ、それも、まあ、ご相談によっては、はい。いいんだ。対応しようとかなとは思いますけど。いいですね。ちょっと今期売り上げ足りないって言ったら、はい、チア呼んで。朝から、はい。朝から。頑張るぞって。よっしゃーみたいな。あるんだけど、はい、じゃあ実でまあそうは言ってもまあ現実にはパーティーとかそうですね、うん、パーティーは今こうちょこちょこ入ってきてますね。ああ、なるほどね。はい、パーティーってちょっとイメージつかないんですけど、どんな感じですか？例えば2時間のパーティーで、はい、2時間のパーティーの時にオープニングでまず最初踊ってもらう、オープニングで踊ってもらって、はい、わーっとこうちょっと元気つけて、そうですね、はい、であとはたまには代表の方が歌を歌うっていうのがあって、その時にバックで踊ってほしいとか、あー、社長さんとか、はい、そうですね、偉い人会長が踊る時、はい、すごいですね。歌むっちゃ下手でも、はい、ダンスが良ければ、そうなんですよ。実はなんか華やかに見えますよね。はい、結構華やかに見えますね。でしょうね。大体、はい、代表ってそんな歌うまくないですから、はい、まあだからまあそういうね。はい、ごまかせちゃうっていう。ねえ、とか、あとは？あとはもうその、お料理ですけど、うん、パーティーの間に、こう1分間ぐらいで何か踊りを入れるとか。うん、なるほどね。はい、へえ、いいですよね。はい。うん。ね、そんな、ね、呼んでもらったら、はい、面白いですよね。そうですね、元気づけます。大体こう1回ってどれぐらい踊るもんなんですか？1回で、うん、まあ、チアって結構すごい体力使うんですよ。でしょうね。長くても2分半とかなので。2分半を、はい、これこう2時間だったら何回ぐらい？2時間だったら、まあ、2か3ですね。なるほど、はい、じゃあ最初やって真ん中やって最後、はい、なんかこう最後チアで締めるってどんな感じですか？はい、もう皆さん元気になって、ふーって最後です。あ、みんな、はい、見てる側も声出すんだ。はい、声出してくれるように。声出すの、はい、どんな声を？ふーみたいな。ちょっと元気ない、IT 系とか良さそうですよね。はい、あー、いいかもしれないですね。ねえ、はい。なんかこう、ご自身のところのこうチアのなんか特徴とかありますか？そういうサービスね、会社とかイベントに。はい、特徴ですか？うん、特徴としては、まあ、プロじゃない子を、うん、まあ、使ってるっていうのもあるんですけど、うん、アマチュアですね。うん、はい、うん。で、やってるので、うん、比較的、ちょっと安い金額で、そういうところで、うん、はい、イベントに出させてもらう。逆にプロっていうのはどういう人たちが来るんですか？プロってなると、もう、ダンサーのプロって言ったら、やっぱりもう、有名な歌手のバックダンサーだったりとか。なんかいわゆるライブコンサートのバックダンサー。ね、はい。で、じゃあ相当上手いでしょうね。そうですね、はい。そこまでにやっぱり至らない若い、うんうん、これから頑張ろうと思ってる子たち、うん。じゃあバックダンサーさん、それなりの年齢の方もいらっしゃる？まあ、そうですね。例えば何歳ぐらい？例えばですけど、まあ、40後半の方とか。40後半で、はい、有名なダンサーさんとかですと、全然いますね。まだ現役で。すごいですね。すごいですよね。はい。で、逆に、まみさんのところは？じゃあもう20から、はい、30ぐらいですね。逆に会社さん、はい、そっちの方が一定してるかもしれないですね。40代後半で、キレがいい、もうプロ中のプロを呼ぶよりは、20代の多分、一生懸命全力でやってくれるんでしょうね。そうですね。やらなかったら、はい、ああ、ただ何やってんのよって、なんか裏で言われそうだから。はい、まあ怒りますね。100% 出し切れ。はあ。なんかそっちの方がいいですよね。はい。20代とか35ぐらいまでの子が、うん、もう全力で頑張ってって言われる方が、はい、会社さんからすると、うん、ちょっと頑張ろうかなみたいな。はい。そうですよね。うん。はい。いいですね。はい。やっぱりお互い頑張り合えないと。そうですね。うん、もう本当に日本中のいろんな会社に、はい。これ届けてほしいですよね。はい。いいですか？全国各地からオファー来ちゃって。ねえ、その時はその時であれですけど、頑張ります。はいですね。はい。で、さらにそれも実現したとして、その先、何でも可能だとしたら、はい。こんなことしたいとか、あんな人生来たいとか、うん、はい。なんかありますか？いや、いっぱいあるんですよね。どんどんいっぱい教えてください。なんか夢を。もうやっぱり海外に住んでみたいな。あ、海外どこに、どこに住んでみたいですか？まず最初アメリカから住んでみて、うん、アジアとかも最近いいなと思うんですよ、ね。アメリカでもこういろいろあるじゃないですか。はい、都会とか田舎とか、うん、
西海岸。はい、西海岸が好きです、ね。海岸。海、はい、海とか、暖かいところが好きですね。あ、なるほど。はい。とか、あとアジアだったらどんなとこ住みたい？アジアは、意外とカンボジアとか、ベトナムとか、あの辺も面白いなってすごく思いました、ね。なんでカンボジア、ベトナムに興味があるの？なんかこう、まだ発展しきれてないじゃないですか。あ、だからなんか面白そうだなと思って。なるほど。はい。他に住みたいとこ以外になんかこんなやりたいことはないですか？やりたいことですか、うん、やりたいことは、なんだろうな、いきなりやりたいことって。なんだろう。やっぱり趣味を増やしていきたいなと思います、ね。ああ、例えばどんな趣味を？ゴルフでホールインワンするぐらい、うん、上手になりたいとか。おー、そうなんだ。はい。ゴルフで。全然、まだ全然できないですけど。うん、なるほど。そういうのはありますね。うん、はい。なるほど。チアを教えてて、子供たちになんかこう自分の教え方として大事にしてることってありますか？教え方ですか？うん、教えるとき子供たちの関わり方で、私これ大事にしてるな、みたいな。ポリシーというか方針。ポリシー。うん。同じ目線に立つ。どういうですかね。同じ目線っていうと。喋るときもそうですけど、うん、目線の位置を同じ目線にして喋ったりとか。はい。あとは？あとは、やっぱりこう、嫌いにならないでいてほしいなと思うので、自分のことを。あ、違います、ダンス。あ、チアダンスのこと、はい。まあ、私は別にどうでもいいんですけど、チアダンスを嫌いにならない。そうですね、はい。やっぱりこう楽しくレッスンをさせる。はあ、はい。どうやったら嫌いにならずに楽しくレッスンをさせられる？やっぱりこう楽しむ時間としての1時間になるように心がけて、こうみんなでちゃんと声出し。会うとか、うん、やっぱ声出すことによって場がやっぱ変わるなと思うんですよね。ああ、なるほど、はい、うん、こう誰も言わないでシーンと私だけ声出してレッスンするのと、みんながこう 1,2,3,4 でも大きな声出してやるのって、そうか、やっぱそこから違うなとは思っていて、なんかチアの良さってひょっとしたらみんなで声出してやってるうちに楽しくなっちゃう感じですかね、はいはい、それはあるかもしれないですね、やっぱり、どんな子にというか、どんなお母さんに今このチアっておすすめですかね。どんな子が来たら、なんかね、はい、このチアで、どんな子、うん、こう学校でもじもじしてなかなか手が挙げられない子とか。ああ、学校でもじもじして、はい、なかなか手を挙げられない子は、挙げられない、ちょっとこうやってやって下げちゃうとか。子が来たらどうなりますか？がこうなってほしいですね。まあそれはそうですよね、はい、チアでいつもこうやってやるから、はい、もうこれでこうやれないですね、はい、逆にね、やれないですね。もう名前言われた瞬間、はいってなる、はい、てみたいな、うん、とか、あとどんな子が来てほしいですか？あとは、うん、やっぱりこう団体競技をやってるので、うん、学校でなかなかうまく混じれない子だったりとか。なるほど、はい、学校でうまく混じれない子が来るとどうなりますか？うん、はい、こう学校で混じれないってことは孤立しちゃってるじゃないですか、うん、そうするとこう団体行動があんまりわからない子とかが多いなと思うので、うん、こうグループの中に入ることによって、まあ、チアを通しにもなりますけど、うん、やっぱこう周りを見れるようになるかなとは思いましたね、はい、グループの中で周りを見れる、はい、ということはなんかいじめられにくい子になるのかな。あ、それはあるかもしれないですね。でしょうね、うん、なんかチアを何年やってて、はい、いじめられる子に学校でなるとはなさそうですね、はい、まあ、あとはあってもそれなりに強くいじめるんじゃないかなと思います。そっかそっか、されたとしても強い子になる、はいはい、うん、これいじめ防止に良さそうですね。みんなチアやると。そうですね、他にどんな子を来てほしいですか？他に、まあ、もう元気あり余ってる子とか。なるほど、はい、もうそっちも確かに、そっちももじもじしちゃってる子が元気にもなるけど、はい、そうですね、あり余ってる子がどうなりますか？あり余ってる子はもっとうるさくなって、はい、家でもう手に負えなくならないですか？はい、あ、でも逆にそういう子たちって、うん、こうリーダーシップ取ろうってなるんですよね、今度。ああ、元気な子って。そっか、元気であり余って、はい、うざい子がリーダーシップ取る子になるんだ。うん、なると思います。いいですね、はい、それは、うん、へえ、そうか、はい、まあ性格によってまた皆さん違うんで何とも言えないですけど、まあ結局いろんな子が来て、はい、全部 OK ですってことですね。はい。そうですね、はい、うん。なるほど。ということで、まあ、はい、今日これぐらいにしようと思うんですけど、なんか最後一言
対談やってみた感想とかなんかありますか？感想ですか、うん、いや、すいません。話し慣れてないので、あまり上手には話はできてないんですけど、うん、でもやっぱり私がこういう風にできるようになったっていうのもおかしいですけど、うん、子供たちのやる気を入れられるようになったっていうのは、うん、私、平本さんと出会ったのが23歳の時、うん、レッスン通ってくれてた時なんですけど、うんうん、はい、ストレッチのね、はい、そうですね、先生で、はい、まあ、施術を受けてたんですよね、はい、うん、でやっぱりその時の会話の時に、うん、なんか今じゃあこういうことだよねとかっていう一言がやっぱりコーチングされてたなってすごく感じてて。ありがとうございます。いやいやいや、でもそれが、こう、今教える立場になった時に、あ、こういうことだったんだなと思って、やっぱりこういう導き方ってすごいなとか、すごく思ってたので、うん、はい、今日もたくさん勉強になりました。ありがとうございます。はい。すいません。ありがとうございます。はい。ということで、もしね、これ見てて、子供たち自信がない子だとか、仲間と交じれない子、雰囲気あり余りすぎる子は、チアやってみるといいんじゃないかなと思います。ということで、はい、松本まみさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。